運動やスポーツを行った住民の参加率を競うスポーツイベントチャレンジデー2022で、米沢市と対戦する2つの市の市長と中川市長がイベントを前にエールを交換し、健闘を誓い合いました。チャレンジデーは市民の健康づくりや地域活性化を図ろうと、毎年5月の最終水曜日に全国一斉に展開されているスポーツイベントです。人口規模がほぼ同じ自治体同士が15分以上継続して、スポーツや散歩、ウォーキング、自宅での筋トレなど何らかの運動をした市民の参加率を競います。今年で7回目の挑戦となる米沢市は、長崎県大村市と秋田県横手市の2つの市と対戦することになっています。昨日はお互いの健闘を誓って、中川市長と大村市の園田博市長、横手市の高橋大市長の3人がインターネット回線を使ってエールの交換を行いました。中川市長は、米沢市が目指している健康長寿日本一がようやく市民に浸透してきた、勝ち負けはともかく楽しく運動し参加してもらいたい、頑張りましょうと呼びかけていました。チャレンジデーは今月25日水曜日の午前0時から午後9時まで行われますが、市内9地区の小見線ではチャレンジデーに合わせ卓球大会や健康体操などさまざまなイベントも予定されています。参加の報告は午後9時半までに米沢市教育委員会社会教育体育課へ電話やファックスまたはメールでご連絡ください。